経って数日で撮るんですけど、はい、どうでしたか？すごい楽しかったです、はい、今回ね、どうしてこのプログラムに参加されようと思ったんですか？もともと海外で働くことに興味がありまして、将来の自分のキャリア形成の一部として生かしたいために参加を決定しました。すごいもう毎日が充実しすぎてもう楽しくてやばい、楽しいです、はい、企業インターンということでどんな会社でしたか？ローカルなオーストラリアの企業の人材派遣会社で働かせていただきました。皆さんマレーシアとか香港とかさまざまな人が働いていて、はい、すごいグローバルな環境で英語環境になってます。全部英語ですよね？はいもう資料も全部英語で、もうそこからちょっと理解するのに時間かかったりしたんですけど、でもなんか皆さん優しくてすごいもう教えてくれて、すごい自分でも英語力が伸びた気がします。英語だけで仕事するってどうでした？難しいかなとか思ったんですけど、でもやってみたらすごい楽しくて、ほんまになんかもう毎日が会社行くのがワクワクでした実際の業務はどんな業務されました？キャンディデートの CV のチェックをしたり、サポートを、はい、主にさせていただきました。楽しかったですね。はい、すごい楽しかったです、はい、やっぱ業務すごい全て英語っていうすごい新しい環境なので、自分にとってもすごい全てがもう影響っていうか受けましたし、何よりも働いてる方がすごい優しくて、分かんないことあったらもう全て聞いていいからねみたいな、もうすごい感謝してますもう楽しいです、はい。日本の職場文化とオーストラリアの職場文化の違いとか感じたところあります？すごいアットホームな感じがします。すごい日本の企業はなんか時間にストリクトな感じがするんですけど、ちょっとオーストラリアってその電車が遅れたりとかちょっとあるんですけど、遅刻してもあんまり何も言われない感じがして、だからといって効率的ではないっていうのではなくて、仕事するときはちゃんと仕事するし、やっぱ効率性を求めているので、すごいいい環境だと思います。はい、英語だけっていう環境で業務をするってどんな感じですか？やっぱ最初難しいとか思ったんですけど、でもやっていくにつれて、その人材派遣会社でその使う専門用語、英語の専門用語とか業界でしか使えない英語の単語とかすごい勉強になって、その自分でもすごい英語のスピーキング力が社員とのコミュニケーションの中ですごい伸びた気がします。英語伸びたって実感ありますか？そうですね、最初はやっぱちょっとためらったり英語がちょっと出なかったりしたんですけど、やっぱもう今になってくると話が続くようになって、すごい、はい、実感してます。オフィスワークっていうのは初めてですか？はい、インターンシップっていうのがすごい初めてで、プラスその英語での環境っていうので少しほんまにやっぱり最初はちょっと心配したんですけど、でもやってみるとすごい楽しくて、はい、もう充実した生活を送ってました。へー、そうですか。何かね、インターンシップを通して自分が成長したなとか何かあります？将来就職するにあたって、今回私人材派遣会社で働かせていただいて、やっぱ人材派遣会社の仕事内容とか業務内容をすごい詳しく知ることができて、また会社の中にオーストラリアの学生もいるんですね。別でバイトしている方が2人いて、でその人と話すにつれてオーストラリアの学生の就活の事情とか、またそういった面でもすごい勉強になりましたし、今後の自分のキャリアにすごい活かされるなってすごい時間、はい、感じました。シドニーはどうですか？すごい住みやすいです。私高校時代の時に一回オーストラリアのパースに語学研修で行ったんですけど、パースとは違って本当にすごいビッグなシティで、もう全てがもう建物も美しくて、すごい夜景も綺麗くて、もうそこに住みたいなって思いました、はい、4週間、はい、1ヶ月っていうことでしたけど、はい、1ヶ月どうでした？すごいなんかもうあっという間でした。1週間目はちょっと長いなって感じたんですけど、もう2週間目とか3週間目もうすぐ時間が経っていって、もうなんかもうあっという間でしたね、はい、もう日本に帰るのが寂しいです、はい、何が一番良かったですか？やっぱ会社でのインターンシップでしたね。日本でインターンシップするのと違った環境で、こういったオーストラリアの企業で仕事できたっていうのがすごい自分でいい経験になったと実感しています。はい、来てよかったですか？
はい、すごい来てよかったです、はい、これからインターンシップされたいなと思っている方々にメッセージお願いします。はい、やっぱりあの行く前はちょっとどうしようとか海外不安だなとか思う方もいると思うんですけれども、やっぱりこういった海外インターンシップってそんなにあの頻繁にそんなできる経験でもないし、来たから分かるんですけれども、すごい毎日が充実して本当に自分のためになるなっていうのがすごい実感できるので、ぜひ来てください。